んで、キャラが思ったよりきつくなってきたな。なるほどね。なるほど。ってなると、いや多分もう結構積んでんのよ。もうなんかだからガチャ早く回したくなってきてるの。じゃあガチャ動画か。なんかあんの今。今ね、なんか。あ、でも待って、うん、ちょっともガチャ画面一応開いて。こないだまでか、うん、あれギガコロやってたの。ギガコロガチャこないだまでかな。これドリセルだからあなた課金しないから関係ないとして。これジェムのみか。ジェムのみか。ないな。やってねえわ。やってねえわ。こないだまでやったったんだな。先週までか。ギガコロガチャ。ちょっとなんか限界を感じたよ、今日。なるほど。チケット何枚あんの？チケット別に大したあれはないっすよ。これしかないっすよ。え、8枚あんじゃん。8枚あんじゃん。これ可能性感じるぞ。これやるか？チケットガチャやるか。80連できるじゃん。ちょっとだよ。これに可能性感じるぞ。この80連で、今足りないの雷と水属性でしょ？そうなの。じゃあ、なんなら星属性もだけどね。じゃあ、要はそれらが多いガチャを回せばいいってことだ、うん、つまり。それらがいっぱい手に入るやつ。うん。ってことは、水だったら FF10 だし、うん。星属性だったらタクティクス。だし、うん、あとは雷か。雷狙いにくいな。ばらけてんだよ。まあ普通にあれか、あの属性の雷属性回せばいいのか。シリーズ2枚はとりあえず FF10 とタクティクスやってみようぜ。うん、とりあえず今ももうすでに取ってるからね。ちなみにあらやだ。あらやだ。もう撮ってるからね、とっくに。挨拶も、挨拶もしてねえけど。今さら挨拶するか。こんにちは、ライムです。おにゃんこでーす。イエーイ。雑。まあ、ということで。撮ってるから今更言うのもなんだけど、うん、まあ要するにおにゃんこは今星6魔石積んでるということで、うん、もうこれからガチャしようっていうことなんですけど、うん、もうガチャ回そう。とりあえずじゃあいけんじゃん。まずシリーズラッキー行こうぜ。これもう録画できてんの？うん、できてるよ。俺が撮ってるから。あ、そうなの、うん、あ、そうなの。シリーズラッキー、うん、シリーズラッキーの10だね。10てん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 。そう、点数が面白くなさすぎたし、もう全然ダメだったわ。なに、あ、点数でもちょっとやったんだ。え、ちょっとやったけど、もう全然、あの、うん、意味不明。何が？何が？え、なんか、うん、魔物を集めて育ったりみたいな。あ、それ点数じゃないよ。何？それ違うよ。それ、なんか、それ違うよ。それ違うわ。それ点2のラストミッションの方やってるわ。それじゃない。それはね、点2のさらにそのエンディングの後の話だから、うん、それじゃない。本編じゃない。え、そうなの？何やってんのこの人。いや。それ点2終わった後にやるやつだよ。え、クリなんだっけ？クリクリみたいな。あ、それじゃない。いや、じゃあないわ。それじゃない。それしかなかったんよ。それは本編じゃねえ。くそつまんなと思って。それ違うわ。何これと思って。それは終わったったんですよね。点2のなんならミニゲームだから。違う。
それじゃない。それはおもろくねえわな。マジ謎。それじゃねえ。まあそれはおいおい。うん。おいおいじゃあ。いいとして、とりあえずこれ早くやろうぜ。うん、うん、それな。うん。で？でじゃねえ、11年でだから。いいから言ってんじゃん。でって、ガチャの仕方も忘れてる。ベロベロだよ、うん、今日は。今日も。チケットね。いい？チケット。下ね。チケット。上石使っちゃうから下ね。うん。上の下の上のどっち？上だよね。何言ってんの？上の上？これだよね。そうそう、それ。上の上って、上の上は違う気がするけど。いやいや、なんかどっちもってか。下の上だね。あ、そうだね。下の上だ。あ、これは、これはなんか、D 角とかあるよ、ワンちゃん。あ、リュックだね。これなんだ？リュック。これなんだ？見たことないかも。これなんだ？え？あ、D 角だ。あ、あ、これ、これ長押ししていいやつかも。これ2回攻撃のやつかも。あ、いいやつだ。2回攻撃だ。下にスクロールして。聖戦の薬だ。一定時間クリ率 50%。あー、これ強いやつ。下にやって。ああ、そうそうそう。これ攻撃するたびにね、味方全体にクリバフするってやつなんだけど。いいやつだ。やったぞ。あ、しかもフルバフついてる。攻撃、もうちょい上スクロール。そのまま下行かなくていい。あの、上、うわ、下、下。もうちょい下。ね。ああ、これ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 。この D、D アクアトキシン。水耐性1段階ダウンと短時間攻撃魔力防御。まあ、ボタン。あ、これフルバフじゃねえな。フルブレイクか。どっちかっつうと。フルブレイクか。まあ、いずれにしてもこれクリバフつけられるし、シリーズでも使えるし、属性ダンジョンだったら、うん、このモード2にせずにね。なぜかおにゃんこやけにデュアルシフト好きだけど、そのシフトすべき時と しない時があるからね。うん。注意してね。属性だったらしないかな。シリーズダンジョンだったらするって感じ。むずい。まあでもいずれにしてもいいやつだったね。これで一気に。よかった。今おにゃんこの最強のキャラ、何？リュック？リュック他にも必殺技あったよね、確か。いやでも大したことないよ。超絶とかだっけ？うん。でもまあまともに戦えるようになったらでかいんじゃない？いやマジででかい、それは。じゃあもう一回行くか。よかった今日、あの、一日一善してきたんよ。電車で、あの、お年寄りの方に席を譲ってきたんで。優しい。優しいのよ、意外と。優しい、マジで。そう。それの恩恵かな？それの恩恵の可能性高いわ。で？いいよ、もう一回。もう一回？うん。なんだっけ？何？何が？これ？もう忘れてんのやばいんだけど。下の上。どんだけ酔ってんの？下の上。うん、下の上。ベロベロなんだって、しょうがないじゃない。すげえな。あとなんだ？ティーダかな？ティーダ、ティーダかワック。あ、ミラボ、いいね。覚醒でもいいね、全然。覚醒2つでもいいね。ティーダがちょっと欲しい。ユーナっぽいな。ユーナかー。これ、ジェクトかな？拳は多分ジェクトかな。拳はジェクトしかいないと思う。あ、ユーナチェインだね。ジェクトフィンガー。あ、フルバフついてる。あ、しかもこれ弱点ダメアップのやつじゃない？もしかして。これいいやつじゃん？下スクロールして。はい、いいやつ。これ、この10シリーズの生存人数4人以上の場合、一定時間は味方全体の弱点ダメージアップ中。だからシリーズ特化なんだけど、これめっちゃ強いやつだ。うんうん、これ今後、もう FF10 シリーズパーティーで絶対使うわ。絶対これ入れることになる。やったー。からの
あとはユーナの、あーこれはあれだね、まあまあおにゃんこには相当先の話だな。これ召喚士の縛りのダンジョンがあるのね。天命の扉っていうそのジョブ縛り、召喚士とか、うんうん、魔法剣士とか侍とかっていうカテゴリー別のダンジョン、うん、でユーナがそこで使えるチェーンってやつだ。だから普通の属性ダンジョンとかだと使わない、召喚士で挑むことがないから。ああそっか、うん、なんかそこのダンジョン限定だけど、まあタダでもらえる分には強いね。なるほど、うん、まあ、今後いつかって感じですけど、まあ、持ってて損はないわ。ジェクト、ジェクトってどうなん今。え、君の手持ちの話なら知らないけど。ちょっと見たくなってきた。君の手持ちなら知らないが。多分ちょっと見たい。なんか一個ぐらい持ってた気がする。新奥義か。ああ、新奥義覚醒。確かね、さっきその覚醒属性まとえないんだよね。確か。なんかもうちょいまとえる必殺技欲しいかな。なんかおにゃんこってあんまりシンクロ出ないよね。そうなの？うん。はい、ガチャに戻ってあと60円あるよ、うん、次何引こうか。あとシリーズ、ん？属性だっけ残ってんの。あ、両方いけるチケットか、うん、両方いけるやつか。どうしよっかな。両方いけるやつだからどうせなら10シリーズ強化していくか。じゃあまた10シリーズ、10ガチャもう一回やるか。特製？うん。あ、シリーズ？シリーズ10。うん、シリーズ10。シリ10。シリ10、2回やろうぜ、シリ10。あ、そっか、確かおにゃん、音楽がいい。うん。おにゃんこってリュックチェインで戦ってたのか。あ、そうそうそう。なるほど。じゃあリュックに今度は、あれだね、イカタクすればいいね。いや、ほんとリュックがもうチェインしか使えなくて。ああ、そうなんだ。そう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 。ミラボ。とはいえ、ティーダも、うん、リミットチェイン。噂をすれば。え、これもしかして噂すればマジであのチェインじゃねえの？チェインだったらそのチェインはいらないんだよな。あ、なんかニューになってる。わあ、ほんとにそのチェインじゃん。いやー、このチェーンいらねえんだよな。これ昔のチェーン。いらねえの？これ昔のやつ。大昔の一番最初に出たチェーン。いらねえんだよな、これ。これね、チェーンの上限99なんだよね。100まで、200まで。リュックは250までなんだけど。しかもこれよく見るとあれなんだね。属性強化、小なんだね。リュックは今もう大だからね。ということもこれ使わなくてリュックのチェイン。そう。で？もう一回行こう。もう一回やって次のやつ行こう。はい。44連目？うん。44連じゃねえか。40連目か。あれこれ11連ガチャだっけ？覚えてない。これ10連だっけチケットって。なんか音が消えた。これ俺だけかな。あれ今おにゃんこ喋ってる？なんか音が消えた。ちょっと待って、ブラスカチェイン、ブラスカチェインが当たってる。ブラスカチェインだね、うん、これ新しめのやつだね。一番新しいチェインだ。これクルルと一緒で、あのゲージを消費しない、1回しか使えないチェイン。だから考えようによっては、ブラスカとクルルを入れてれば、1回ずつしか使えないけど2回使えるってこと。ゲージなしで。まあどっちにしてもブラスカもクルルも他に必殺技ないと意味ないけどな。そうだね。うん、まあ何もねえけどな。まあ今後のためにってことで。そうだね、うん、うん、なんかいっぱいもしかしたら出る時もあるかもしれないしな、
そうだね。じゃあ次はタクティクスかな、うん、タクティクスでオルランドゥの究極主義狙っていこうぜ。いやー、オルランドゥちょっとね、もうちょっと欲しい。マジオルランドゥの究極主義当てたら世界変わるぜ。確かに。シリーズラッキーで、下 T ってやつ。あー、それそれそれ、あの霊式の上、それそれそれの、なんだっけ、11連チケット、うん、そうそうそう。タクティクスは ほぼ過半数が生属性だから、結構生属性だったらもうとにかくこれ回したら間違いね。まあ、またムスタディア当たっ、あっ、刀ラムザかな。お、これはこの剣はなんかオルランドゥっぽくね。あ、しかも朝練起こんないってことは新規だな。これはもしかしたら、おやおや、ラムザかい。まあいいけど、ラムザなんかいたよね。あ、いい、もう確か持ってるはず。あ、いいねいいね、下見ていいね、究極神器いいね。これ属性まとい3段階だよ、この10、あの効果大ってやつは。今のあなたにぴったり、味方全体のフェイタルダメージ3ターン 20%。 いいねー、英雄下下専用アビ極化ミリオン6回攻撃だね。あー、いいね。あ、いいやつだね、これいいと思う。これなんて読むか知んないけど、これなんて読むんだろうね。おいらタクティクスやってないから知らないんだよな。ジンチラサイ食券。絶対違う。むずいむずいむずい。まあいいや、この要は6回攻撃の専用アビ。あ、いいのもらったね。これもう、ラムザがもう、あなたの、もうオルランドゥより強くなりました。はい、下は左下。あ、これもラムザっぽくね。わあ、ラムザだ。いいね。おぉ。すげえ、一気に揃っちゃった。ナイトアビ2回使用時に必殺ゲージ1ため。あ、いいやつだね。いいね。ラムザってなんかさ、なんか結構いたよね。結構、一回見ていい？結構いた。結構いたわな、謎だけど。ラムザがいっぱいいるみたいな言い方してるけど。ラムザはいっぱいいないけど。え、なんか何人かいた気がする。何ラムザが何人、分身かな、分身、味方全体に分身付与かな、はい、あ、そんな美味しい話ではなかったわ。はい、次行きましょう。え、ラムザの必殺技内容を見ないんだ。まあ、最後でいっか、最後でいっか、うん、ね、最後ラムザ見て終わろう。はい、ガチャ戻って。はい、シリーズラッキー、まだ生属性足んないでしょ、言うてラムザ一人じゃ全然。あと誰だっけ、フリオニールとオルランドだっけ、誰使ってんの。セリス、クリルダ。あー、はあ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 、なんかクリス、でもセリスは、うん、マジでチェインだけ？だけ。チェインだけの女？だけの女。チェインだけの女か。今日使ってたがっかりした。あ、でも今度あれだよ。あのアニマレンズでラムザのもう実はチェイン使えるから、うん、チェイン交換してくればラムザがもう究極チェイン覚醒使えるから。おお、確かに。あとラムザに威嚇すればさ、大丈夫だと思う。もうあなたの救世主ですよ。ってことはセリス外せるってことだからね、うん、ラムザ、うん、クリルラ、まあフリオニールかオルランドゥでいける、うん、まあ、どっちにしてももうちょい属性まといの手段欲しいか、やっぱオルランドゥに究極神器がなんか欲しいな、シンクロでもいいけど。でワンチャンなんかレンズ使ってもいいぐらいな、なんかオルランドゥのちょっともうちょい欲しいみたいな、うん、っていうのは今日感じた、使って。じゃあもう一回タクティクスガチャやろうか。やるか。うん、なんだっけ、下下下下下下TTTT それだね。うん、もう11連だよね。あ、そうだ、そっか、なんかアグリアス持ってたよね。アグリアスでもいいんだよな。まあいいや、今しまして。
あれなんかおにゃんこでパーティーでアグリアス入れた記憶あるんだけど。聞いたことあるよ。うん、回して。チケット。なんで毎回忘れんだよ。なんで毎回忘れてんだよ。難しいね。難しくないわ。日本語読めたらめちゃめちゃ簡単。ああ。あでもあでも逆に言うとここまで引き良かったんじゃね。だいぶここに来てようやくじゃんだって。あ、そう、だいぶ引き良かったんだな。逆に引きが良かったの。あ、いやー、いいやつもらった。ラムザの生息性まといいいやつ出てるし、あざます。すげーいいの出てんな。これもうつけてれば最初から属性まとってるってやつ。うん、あなたのオルランドに一番欲しいやつだ。まとうのなんか恩恵をいまだにあんま分かってないんだけどね。簡単に言うと属性まとうだけでダメージが 1.5 倍になる、うん、しさっきも言った通り星6魔石だと属性をまとってないとダメージが下がるっていうギミックだから。あ、そういうギミックのダンジョンがいくつかあるの。属性まといがないとみたいな、うん、ジョブダンジョンもそうだし、ジョブダンジョンなんかもう2段階まとめしてないとダメージ与えられないから。あ、そう、うん、しんどいねみたいなところあるから結構もう。であと どっちにしても火力を出す手段として属性まとめ、うん、どっちにしても必要になってくる。いずれにしても、うん、だから属性まとめすることがもう基本中の基本、星6魔石以降はって感じ。で特にその中でも星6魔石はそのさっき言った属性まといがないとダメージが下がっちゃうから、他のダンジョンよりさらにまといが必要っていうこと、重要ってこと。なるほどね。さああとチケット2枚か。さっき言った雷属性もちょっと回すか。雷はさ、うん、もうあとチェインだけなのよぶっちゃけ。でもチェインだけって言ってもチェイン取ったとしてもそのキャラの必殺技がないと使えないわけじゃん。それな、結局さっきのセリスと同じなわけじゃん。だから結局ガチャ回すしかねえんだよ、うん、そのチェインが使えるキャラの装備を取るためにもってことは属性ラッキーだね。属性の普通に雷属性ガチャ回そう。いやマジで本当に私、うん、本当に日々いいことしてるから。あ、ちょうど12の曲流れて、あ、これごめん12じゃねえわ、13だった。いいや、まあはい回そう、関係なかった。12じゃなかった。マジでいい、行くわよ。うん、全人類分待望の言えてなくね。言えてない。今なんて言った。全人類分って言った。全然言えてない、全く言えてない。